おお、ドラゴンが成長されたのか。契約者としてまた一つ強大な力を手に入れたようだな、カイブ。前も言ったよな、こいつな。これベルネルだよね、こいつ喋ってるの。なんかさ、頼もしいよね。なんかカイムの横にさ、なんだろう、あのレオナールとアーリオーシャンがいるとすんげえなんかもうありえないぐらい頼もしいんだけど。いや、カイムも相当仲間にいたら頼もしいだけどな。え、これはじゃあどうなってんだ。雪第4章だけど終わったのかな。アーリオーシャンあれどうだい。え、だったら俺それだったらちょっと前のやつと、あれ、ハーブこれなんだ、前のやつとじゃあ重ねようと思ってくれたら、これにこれとじゃあやろうか。じゃあユーバルト、セールいねえよな。セールどこ行った、どこで出会えんだろうあの人。ああ、5章終わったね。はあはあ、いいや。じゃあとりあえずやってみるよ。これじゃあ、これこのパーツじゃあこれといけるかな。イベントが見てなかった。なんか書いてあるよね、そういうのね。カイムの努力は虚しく、度重なる攻撃による砂漠の神殿の封印を剥がされてしまった。必要の中でベルドルとカイムはフリアの元へと戻る。そして、また植物戦場が。前も植物ってやん。戦場で見つけたユーバルトのハーブをフリアに渡し出した。その意味するところ。ユーバルトは俺の、何でもね、何は俺の友達そうでしたか。フリアイ様が砂塵にまみれるなど痛ましいことです。じゃあ鎧つければいいじゃん。だろ、砂があるなら鎧をつければいいじゃない。女神を守って隊員の一人が死にました。お前も。女神が無事で何よりです。はいはいはい先代が生きておられる。これ何装備してんだっけ。まあいいや、フリアイベルドル話しかけよかったな。よくぞご無事で。イエバルトは、これはハープ。砂漠の真ん中に落ちておった。メガ、砂漠の神殿の封印が破られたゆえ、あなたへの負荷がだいぶ重くなったのでは。平気です、私なら平気です。それよりもユーバルトが。また大消えてなった。ユーバルトてか、フリアイはどう思ってんの、ユーバルト。なんかすごい、でも嫌がってなかった。でも大事な人なのかな、大事な人っていうか。あれ、なんでそもそもあの二人婚約してんだっけ。相手がいないから。おしまい。さて、どうすっか。これはムービーだったよね。なんでさ、なんでここに、黄色、あれ最後の見たのはこれだから。ってわけではない。ムービー。あ、ムービーって書いたんだね。イベント。あ、これがあれか。これなんだ、告白。これ見たよね。ちょっと、チラ見してほしいかな。よし。じゃあいいや。多分カットしたと思う。あらゆるところ。あ、でもいろいろ見たんだけど、まあここなんか、特になんもなかったね。でもここまで、なんかまあ勝手に流れてって。でもそこから戻ってきたわけだけど、ここはどうなんだろうね。なんでだろう、まだもうちょっと先なのかな。そういうことにしておこう。このじゃあセイレさんは、セイレ先輩じゃもうちょっと先に会うってことだ。じゃあいいや、先に進めようぜ。じゃあ第6章に進もうか。でこれなんだ、愛の雑魚なんだ、愛の全然見えねえ。後でじっくり確認しとくわ。触れ合いの愛へに力を欲したユーバルト、望みは叶ったが、その赤い人目にもはや彼女は映らない。ダミちゃんにか、ユーバルトよ。ユーバルトよ。まったく。あいつ、毎泣きそうだな。今日も皆無にいじめられたんだとか、なんか。何年ぐらいの付き合いなんだろうね。第6章、宿敵。子供の時からの付き合いなんかね。
空中要塞、ああ空中要塞行くっつったね、そういえばね、行くって言ったところで、司教、皆無は私にお任せを。天使を飛ばせてはならない。俺は知る、俺は愛を知っている。天使への愛、君への愛。君は誰？ユーバルト？なんでユーバルトこんなになっちまったんだ。女神フリアがトロールスに空中要塞、カイムたちの届かぬもん、高みから。ああ、届かなかったね、そういえばね。愛に溺れし、まず親友ユーバルトが舞い降りる。情熱に輝くその顔には、瞳にはもはやフリアの姿さるつってなかった。何、洗脳されたの？お化けになっちゃった。まったくよ、しょうがねえ野郎だな。カイムよ、お前に今の俺を倒すことができるかな。マジか、いきなりかよ。うっそう、やべ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 、なんだこれ。俺は力を手に入れた、だからフリアエも手に入れる。フリアエ、また立ち上げようぜ、カーイムみたいな感じで、最初のなんか初対面でアングラッチになって。早いね、早いね、全然当たんねえ。あるね、ブラックドラゴン、ブラックドラゴンって空調車すごいな、これ。月みたいな感じ、なんでこうなってるの、どこ。いやー、うお、危な。なんか地味に攻撃当たってんだよな。もう一応ダメージ食らってるもんね。どこ行った、こっち行った、上かい。うお、なんかやってる、危ね。うお、これは誰か、頭が、おい、しっかりしろ。ユーバルトさんよ、しょうがない、帰りましょう。やっちまいな、これで目覚めた。うわっ、ちょっと、あー、7取れない、いっちゃったね、もう。手棒だな、こいつ。おい、何やってんだユーバルト、てめえはよ。お前ちっとよ、こっち来いや。わけわかんねえからよ、ダゴの戦いよ。すごいな、でも結構互角、互角。あ、でもあれな、ちょっと押してるね、今こっちが。めちゃくちゃやん。めちゃくちゃ、お、倒した。イベント戦だったこれ、もしかして本気モードみたいな、第二形態とか。天使は飛ばせん。今ぞ。なんか結構盛り上がってきてるよね。よし、行こうぜ。盛り上がっていこうじゃないか。で、これなんだ、地上戦なんのかな。敵強くなってきたよな、なんかだんだん。さすがだね。もうちょっとこちらのレベルは100ぐらい上げてるところだ。ブラックドラゴンが入るケア、気流を利用して、はあ、そうやって入ったのか。空中要塞の行動に立つ高山たち、要塞内部で侵入し、フレアへの囚われてる祭壇に進め。地上戦っぽいな、アリオシに頑張ってもらおう、ちょっとだろ、アリオシよ。あれ、まずは砲台を倒して近づくしかなさそうだ。なるほど、なんかかっこいいね、今のなんか言い方。めっちゃ渋かったぞ。いいね、カイム楽しそうだよ。カイムよく落ちないんだよ。ごめんね、まさに怒られてしまって、俺の戦い方が悪いんだ。だからこんな食らってんの。なんかすげえ食らった、なんだなんだ、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 俺、あれ、あ、ホタソスが出せなかった。
当たる。何この攻撃なんかすげえ当たってくんだけど、どうやって避ければいいんだこれ。いけいけ、俺何がいるの、なんなんか下かな。この要塞の中に女神が囚われておる。最後の封印だ、守り抜いてくれ。なんか最後の封印ね、やばいことないぞ。結構なんか盛り上がってきたね。あ、これもしかしてさ、結構ややこしい感じかな。迷路だよねこれね、完全に迷路だな。じゃあめっちゃ敵おるやん。あれ、これ全滅させない。まあいいや、地道に行こうぜ。危な危な、これランドマスター欲しいな。空はちょっと別なゲームだったら何でもないです。あーん、やばいやばい、振り合いが。後ろはいるじゃん。ここ時間かかりそうだね。ちょっとね、もうちょっと申し訳ないです、時間かかりそう、時間かかったまずあー、どうだろう。何と大きな建物か、どうやって降りているんだろう。なんか頑張ってるんじゃないの、リューバルとか下の下かな、知らん。なんか点がまだいっぱいあるよね。あれ何なんだろう、何なんだろうっていう敵なんだけどさ、なんか何あれ、あ、今ドラゴンのやるやつか。どこだ、ここ怪しいね。ここ右かな、違うな、ここ道に絶対迷うだろ。あそこなんかいいな、あそこ気のせいか。こうね、あー、いるいるいる。なんかさ、でかいね、でかいのか、でかいよね。これだってカイも歩いてったら超広いべ、かなり広いよね。なんかすごい、なんかあれだね、なんかこう、遠近。すごっ、あ、こういうことか、これやばい、これやばい。ターンの機械じゃないのか、これ魔法使うでちょっと一気にバーってやったもんか、楽かもしれない。しかし全然攻撃当たらない、当たってるのね。あれ、なんかたまんないねゲージが。ちょあんまここに食らいたくないからね、さっきだって。なんか戦艦のアリオーシャの将の戦艦のステージで結構ダメージ食らって、ダメージ食らってた調子乗って。くそー、ちょっと一旦離れるか、上から攻めよう。よっ、いける。あ、ここにもいいんじゃん。おい、そうでもないなんちゅう会話でっていう。カイムさんよ、カイムさんどういう気持ちなんだろう。まだ楽しんでる、心を憎しみ塗りつぶさないとやっていけないから。あー、当たらん、当たらん、あー、当たって、もっと上に、もっと、よし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 、ここに結構いたんだな。ここがメインパートだ。わー、めっちゃ下がったね。で、ここを一気にバーやってからレーダー上でまあ確認できるみたいな、そういう感じでやっていこうじゃないか。おぉ、今日トリッキーだな、ここな、トリッピーだな、しまじろうな。俺まだか、なんだかんだもう全滅させちゃいそうだよな。だからお前、うわっ、もはや帝国の暴挙を止めることはできるのか。諦めるね。あれ、私は神に祈ることしかできない、私は無力だ、女神よ無事でいてくれ。どうした急に、ズビ起きてる。あれ、てかここは、ここをクリアすればよかったんだね。なんかまだいっぱいいたよね敵。またそれなんか武器を手に入れるなんかあんのか、もしかしたら。時間ない、まあいいや、気分くれるか、あれ区切っとくか。じゃあ
자, 일단 허인도 늑성 섹스 오지 않았어요.